はいどうも、SSC コンサルティングのスキュリです。お疲れ様です。あのですね、感動する話とかっていうのは、すごく、その、まあ、 集客力があるので皆さん自分の周りとかいろいろインターネットとか調べてですね感動する話に何か絡めて、えー、と情報発信コンテンツ発信してでまあアクセス集めるったらえエグい言い方ではありますけど、まあ、アクセスを集めてですねでそこから自分の商品販売につなげていくっていうルートを考えた方がいいですね。 で、っていうのは、僕は、あの、とある、これ、前の動画で言ったかな。あの、別のチャンネルを新しく作ってなんかやってるんですよ。いろいろ実験を。YouTube チャンネル新しく作ってね。やってるんですけど、そこで、まあ、僕、完全にその、まっさらから、今の時代からね、まっさらから始めてるんで、そんなにチャンネル登録者も、パーっては伸びてかないんですけど、で再生数だって、何十回ぐらいですよ、まだ。 何十回とか、あの、コンスタントに10回、20回ぐらいは見られるようになったかなぐらいな状態で、で、その中でね、ね、これ実験してよかったなと思うんですけど、なんか、その10回、20回再生ぐらいの動画しかない中で、何百回とか言ってる動画があるんですよ。で、それどういう動画かっていうと、ちょっとしたその感動系の動画なんですよ、やっぱ。なんかその人を、 うんと、うまあ、これ全部はちょっと言えないんで、なんだろう。自分のことを犠牲にして人を助ける話とか、なんかそういうジャンルの,あの感動する話みたいな。そういう動画だけ何百回ってあるんですよ。で、これ何百回短いじゃんって思うのは間違いで。 あの比較してください。だから20回が、20回再生ぐらいしか普通されてない僕の動画が、その動画だけ300再生とかされてるんですよ。何倍 ?20 かける十15倍ですよ。15倍見られてるんです。これはでかくないですかつまり、 あの、つまりっていうか、まあ、とにかく基本的に人やっぱり、人はね、やっぱり感動する話っていうのは弱いですし、えー、エモーショナルマーケティング、ね、感動マーケティングみたいな言葉もあるぐらいですから、人の気持ちを揺さぶって感動させて、で、あの、自分に興味をもらってもらって、そこで役立つ情報を発信して、さらに信頼してもらって、で、商品を購入してもらうっていう流れは重要なんですけど、今の事態、ちょっとすさんでるじゃん、なんか。 コロナとかもありさ。なんかすさんでる時代じゃないあんまりこう幸せで穏やかなニュースが多い時代では、なんかないよね今ね。あの時代っていうかその、そういう年、令和元年、令和2年、3年。なんかそういう時期、時期じゃないよね今ね。あの幸せな時代の時期じゃないので。皆さん若干感動話に飢えてるんじゃないですか で、えー、じゃあちょっと調べてみようと思ってですね、簡単にインターネットでパーって感動系の話とか調べたんですよ。インターネットで、YouTube で。そしたら、例えば僕らの、例えばネットビジネスとか、投資とか、で、その他にも、例えばその、なんだろう、人生の悩みとか、生き方、うつ、うつ病の治し方とかさ、まあいろいろ僕が興味あるようなジャンルとかで検索したりもするわけですけど、そういう再生数とは、 桁違いの再生数を誇ってる感動話がずらーきますから感動ストーリーとかで YouTube 検索してみてください何百万再生とかの動画がダダダダ,ダって出てきて俺びっくりしてあのニッチなジャンルでめっちゃ動画の再生数稼いでるジャンルが多分感動系なんですよでえっと昔ほらあのテキストだけ流して 音楽だけ流れてるっていう。あれも広告収入が入らなくなったんで、Google っていうか YouTube はもう広告禁止っていう、弾いてるんでね。スパム動画扱いですから。そういうチャンネルはね、もう1年ぐらい前に更新が、1、2年前に更新が止まってる。うん、止まってた。だから、その、アクセスは集まるんだけど、広告収入でしか稼げないから。稼げない人が、まあ、作業的にやってるだけだから。 だから広告収入入らなくなったら、どれだけアクセスあっても意味ないんだろうね。それで動画止まったりしてるんですけど。でも、その感動する話とかで動画のその検索結果一覧見ると、何百万再生、何十万再生、ずらーで、前のその YouTube の話とかで言ったような僕が、何千回、何万回とかの動画すらゴミ。レベルで、何百万、何十万がずらーって出てくるんですよ。 それだけ感動市場は、今、んと、需要があるんじゃないですか。で、最近の、それでね、テキスト系の動画見てたんですけど、最近の広告収益通ってるやつは、これね、あの、なんかラジオとかでも、ラジオの、あれ、違法だよね、多分。ラジオを録音してそれを流してる。 謎のチャンネルとかもあったりするけど、それも最近全部やってるのが全員やってんのが、広告収入取ってる人たちが全員やってんのは、例えばお散歩しながらのその風景をずーっと1時間ぐらい流してて、そこにはなんかその、まあ、なんだろう、こう、まあ当然映像が動いていくよね。森の木がこう動いていったりさ。あと川沿いをこう散歩しながらみたいな。で、ずっと川取ってんの。1時間 <laughs>。そこの上に、 テキスト入れられるんだったらテキスト入れる方がいいけど、テキスト入れた上で自分の声でも入れてる。うん、あの今ボット系のね、ロボット系のボイスって多分ダメだよね。ゆっくり、マリサみたいなやつダメだよね、今ね。あの、広告は通りにくかったよね、確か。だから生人間の生ボイスでまあ朗読するんだったら朗読するのがベストだと思うけど。そうすると、その形だと事実上テキスト流してる。 だけだけど、でもまあ実際にちょっと労力使ってね、街とかその、あの、人、街とかだと完全に人の顔が映り込んじゃうから、だからちょっと田舎の景色とか。で、その人頑張ってんだろうね。あの、人が通ろうと、通るような時にちょっとカメラ下に向けてんね <laughs>。で、また人がいなくなったら、まあカメラ上に向けて、まあ真正面に向けて撮ってるっていうのを背景画像でずっと流してる人。あと、背、背景画像、背景動画ね。 あとね、えっ、ー、と、さっき見たのが、花。お花をずーっと撮ってるの。で、風が吹くから、お花って動くよね。葉っぱもそうだけど。そうすると、Google 的にはこれ動いてるって判断になって。で、そこにテキスト流して、で、声も入れるっつったら、それはまあ、OK なんじゃないそれは広告収入、収益がは通ってたんですよ。ああ、皆さんいろいろ試行錯誤してんのね、と思いながら。 だからあー、皆さんもですね、まあ、広告収益今から目指すっていうのは正直本当に厳しいと思うんで、えー、広告収益ではなく、自分の何か商品なり何なりとか、サービスとか、アフリエイトもまあまだできなくはないと思いますけど、そういうのを目指していくんであれば、感動系コンテンツに何かつなげられないかと。仕事ですごく頑張ってたら、身内が死んじゃって、身内のその死に,死に目にね、 会えなかったけど、でも結果こういうことになったとか、あのそう、大成功したとかさ、そういう話とかがあれば、まあそういうのでもいいんでしょうし、あとその有名な、あの、著名なあビジネスマンの世界的ビジネスマンとか、日本的ビジネスマンの、まあ、感動する話とかを喋る。例えばそのホンダの社長の名言みたいなものを自己流解説しながら感動する言葉みたいな。 で、えー、それをあんまりね、こういう感じで喋ると生々しいんで、もうちょっと朗読っぽく。喋、うん、りながら、テキストも流して、なんだろうね、背景に何流しとくホンダのスーパーカブのエンジンがコココココココって言ってる。<laughs> マフラーがさ、直感のさ、マフラーがさ、ブル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 って震えてる動画流しといたら、 葉っぱ震えてるっていうのと一緒の判断してくれないかね、Google ね。そんな感じで、とにかくなんか背景動画流しながら、上に被せていくみたいな。で、最悪テキスト動画でも、テキスト流すだけでも、今でもアップはできるはずなんで、収益化は通らないけど。うん、そこから、まあ、その、自分の商品につなげていくっていうのはありだと思いますから。皆さんもどうにか感動系のコンテンツの情報発信っていうのをこれから、 あしばらくの間意識するといいかもしれないですね。はい。これは熱々かなと思いました。実際自分の経験もそう。それをもとに YouTube で検索してみてもそう、うんあの。本当に再生数が桁違いだからちょっと確認してみてください。はい。今回は以上です。頑張っていきましょう。SSC コンサルティングのつくりでした。ではまた。